やってきました、高田大橋。1480m できた時はね、世界一の確か社長橋だったと思う。このね、あの橋のでっかい柱のところでね、あの何か叩いて叩いたり音出すとね、泣き流でね、あの反対側での自転車の人が流してくれる。車がね通るとやっぱ音が邪魔されるんで、多分車がいなくなるのになっちゃうかな。おお、響く。反射して響いてるね。これが泣き流か。よし。ああ、うまいこと鳴らしてくれる人ってよかった。手を鳴らしただけじゃね、ちょっとあの気で拍子木みたいな、何かね、木の拍子みたいな、あれでやるとね、綺麗に響くんで、ちょうどやってくれるから良かった。あれが泣き流か。行く途中に恐竜レモンとかがあるんで、そこ行ってもう降りずに U ターンしたいと思います。さあ、料金所からね、少し下ったところがね、休憩所みたいなのがあって、その手前に恐竜レモンがあります。もう見えてきた、すぐそこ。こいつ、もう蜘蛛巣張っとるし、いい感じ。ちょっと蜘蛛巣のけたいとこだな。で、ここがちょっと休憩するとこがあって、でね、ちょっと下ったらね、レモンのまたモニュメントみたいな。ベンチか、はいはい。さあ、じゃあもう降りずにここから U ターンして、もう今日は帰ろうかな。まあプラプラっとね、思いつきで来たんで、今日はこんな感じでした。